J リーグ観戦、不人気な理由がこれ。浦和ってこんなことやってんのか翔太にゃ、わらわら。もう J アノンリーグじゃんこれ。レッツだけだろ、ゴール裏以外派唐揚げ食いながら見る席だ。チーム派こういう強制するような行為を容認してるの？こういうの好きな人は実は野球の方が合ってるんじゃないか説。一番合ってるのはアイドルのライブ。俺も音楽のコンサート立たないといけないからやめた。まあこういうのは行きづらくなるよな。これ経験あるわ。ゴール裏から見るのが好きで通ってたけど、わけのわからんサポーター軍団が、盾とか騒ぎ出して行く気なくした。あいつらなんであんな偉そうなん。